ビーダーマイヤーとは19世紀前半のドイツやオーストリアを中心にもっと身近で日常的なものに目を向けようとして生まれた市民文化の形態の総称。示す概念によってビーダーマイヤー様式、ビーダーマイヤー文学、ビーダーマイヤー時代などのように表す。文脈によっては小市民と同義で使われる。ビーダーマイヤーとも表記される。歴史的にはフランス革命、 ナポレオンの台頭の中で、市民社会という概念が普及したが、王政復古によりその夢が破れ、再び自由の効かない閉塞的な社会に戻ってしまった。そのような定年のムードがある中で、市政の人々の中では、理想主義的で関連的なものへの反発が起き、理念的なものを追求せず日常的で簡素なものに目を向け、探求する風潮が出てきた。 ビーダーマイヤーの時代は広くとればウィーン体制から1848年革命までの期間となるが1830年代あたりまでという捉え方もある。この概念がよく使われるのは文学、家具、服装、絵画などを語る際である。ビーダーマイヤー様式のインテリアビーダーマイヤーとはドイツの判事ルートビヒアイヒロットによって書かれた1850年の ドイツの風刺週刊誌、フリーゲンデブレッターの中に登場する、架空の小学校教員、ゴットリープ・ビーダーマイヤーに由来する。小説中のビーダーマイヤーは小市民であり、政治や国際情勢などには関心がない。家庭の団乱や身の回りの食器や家具などに関心を向けた。簡素で心地よいものを好み、カビに装飾された家具や服装を揶揄した。 小説中の人物から転じて、身の回りの小世界を描くロココ趣味的な、ウィーンの画家たちの作品を指して、ビーダーマイヤー様式と呼ぶようになった。当時の建築や工芸にも、共通の雰囲気が見られる。また、人々がつましい生活をそつなく送ってきた時代を、ビーダーマイヤー時代と呼ぶようになった。ありがとうございます。